Listen, it's working. でない、いや、これはホラーゲーム。うい、安心したところでまた出てくる、目の前に。大丈夫なの。アンバーはルイス。はい、ということでこんにちは、ブルーホースでございます。やっていきましょうかね。パート何本忘れたけど、とりあえずチャプター5スタートちょっとこれですね。で、ショットガンの弾がな、ショットガン持ってないのにショットガンが逼迫してんだよな。ま、なんとかなるっしょ。で、これは、あ、ルイスの後を追っていけっちゅうことね。アイリス、大山を使って、ルイスを追いかけていく。こっち行けるのかな、行け。ない、いけないです。残念ですね。開かない指に。はい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 、はい。こっち、またいるんだろうな、いろんなところにな。わしわし、ちょ、待ってね。ちょっと待ってね。手元が全然ゲームをするような状況になってた。ほう。よし、じゃあ降りるかな。すっごい PC が重いざんすね。あれ？え？どういう状況？あ、こっちから行って、なるほどね。はいはいはい。あれ？あ、そういうことか。わかったわかったわかった。しまった。ちょっと待って。探求の書。回収歴8年12の月。人と虫の完全なる融合を目指す中、私の中に迷いと焦りがある。この二つの要素だけでは、合一が安定しない。合一でいいのかな？執事殿を長らく苦痛にさらしている。さすがの私もその絶叫に背け立つ。この形では無理なのか。選択肢は2つ。基本的な方針は変えず、適合させる虫の組織をもっと広い範囲から探し続ける。もう一つは禁じて、非常に暴力的なやり方だ。新たにもう一つ違う生物を足す。ほほ。出た石泥。こいつ、え、あれ、タラベラだったっけ。後者は下手すれば実験を失敗で終わらせてしまうだろう。しかしこの長い膠着状態が、些細な変更で成功するとも思えない。羊泥もこの状態が続けば、ついえるのは見えている。ここでどうするのかを決めなくて。はいはい。ポロポロ。PC の操作っていうのは、こう微妙なこう動きの違いっていうのがなかなか難しくてね。マウス操作とかさ。よいしょ。で、ここでカチャンとして、からの、OK。これでもあれなんだろうな、そのお城の、だからさっきさ、右腕だか左腕だかさ、あ、これはなんてバカなことしてる。こっちじゃないじゃん。この間にもルイスがどっか行っちゃうんだよな、きっとな。こっちやっといてからの、間違った。こっちだよ。あれ？なくなってる。じゃあこっち行くしかないよ。あ、いますね、いますね。サラザールと会えたりするのかな。わあ、いっぱいいる。あ、ちょっと待って。バグってる。向いてほしい方向に向いてくれない。ですよねー。あれ。よし。うんねちょ。アンドーナツ。燃えろ。ほんまの断末魔ってこういうことなんだろうな。ありがとう。お金になってくれた。見て。これはカチャっといた方がいい。もう、こう、戦闘が始まる瞬間にね、PC がクソ重くなるの、ほんとやめてほしいな。なんとかならないかな。早くパソコンが欲しい。何度でも言うよ。皆さん、私にパソコンを買ってください。さあ、これで、あ、いけんじゃない ?OK。やった。10万ペソだけ。ちゅ。うい。え、ちょ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 。
やっぱ一番高いの真ん中に置いた方がいいのかな。真ん中が紫って、あれだね、ダサいな、ちょっとな。まあいいや。そんなことは気にしないでゴンス。Down we go. ちょっと行ったことない場所ですね。超でっかいチョークで書かれてる。怒られない、これ書いて。で、エイダ、後ついてきているな。俺はレオンと合流するための行動を目指す。ラモンの放送を盗み聞きしたが、レオンがその辺りでヤバい目に遭うことを聞いちまった。行くには奥の水路を抜ける必要がある。危険で複雑な場所でちょっとしたものが手に入ったんで、それで道しるべを残しておく。ちょっとした、超拷問器具。これが救急スプレーだったらな。まあでも俺、救急スプレーじゃなくて、残念ながら今、コカ・コーラで回復しようとさせてるからな。おおおすげえ、こんなところ行ったんだ。こっち行く感じあるから。よいしょ。降ります。シューン。おー、すごいかっこいい。こんなとこ全然知らない。こいつらなんでこんなところで、なんでこんなホグワーツ城で殺されてんのよ。ということ。This way! バレるやろ。普通に。わー。骨骨ピッピ骨ピッピ。これ逆走したらなんか手に入ったりはし。あー、めっちゃ手に入ったわ。ありがとう。ベルベットブルー。Yes。で、他アイテム、あ、そういえば。宝物はいっぱいあるんだな。オッケーオッケー。じゃあ行きましょう。ファッションショー。え、急にホラーゲーム？ここで普通に、生き残り？びっくりしたーの。生き残りいるのか？あ、ちょっと待って。宝物が、あ、まだまだ先か。宝物は先どっかってな。おい、ちょ。あ、ここで虫虫がいっぱい出てくるし、なのね。あー、これあれか。チャプター3の2の地下水路みたいな感じのあれか。と思ったけど、あれだな。全然、行けねえのかよ。この先に。普通になんか水路で虫が出てくるのかと思ったけど、出てこなさそうだね。チラ。チラ。あー、あいつら全然待ってやがる。こちら慎重に頭バレんのかい。オッケー、頭ヒット。あー、頭ヒットしたのに厄介、めんどくさい。オッケー、これこれ。オッケー、あチューティー。オッケー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 。あ、まだ生きてやがる。こら、どうしよう、どうしよう、よし。あ、威力が弱いと、そうなるのね。強いな、相変わらず。よし、もう一発、ご褒美です。あ、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。ダメです、ダメです。あ、なんか、白いパンツがチラッと見えて。やっぱ3体のために。ちくしょう。シュー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 。いやー、激しいですね。フィーで、グリーンハーブとこれをくっつけておきましょう。オッケー。まあ、コカ・コーラがあるからな。で、あれなんか俺、あ、そっか、地味にクラフトの。これはなんかクラフトできそうなやつは。あれ、まあ、ガンパウダー10個。ライフルかな。どうだろうな。ライフル。そろそろなんか新しいライフル買えんじゃないか。こっちか、ディスウェイ。そうだ、ディスウェイ証拠残すから、あなた。証拠残しちゃうから。あ、めっちゃあっちにいる。え、なんて書いてあるの。スプラッシュスプラッシュマウンテン。エイダがスプラッシュ。あ、ちょっと待ってね。あ、ベルベットブルーが出てくる。わおー、大変そうな。あー、来た。虫虫パニック。よし、危ない。全然当たってなかった、もしかして。どこで死んでんのよ。ってことは、これどっかで変異してるべ。擬態、あ、違うな。なんでここで人間共存してんのよ、あいつらもあいつらでさ。ド変態の集まりじゃねえか、チクショって。ここは大丈夫そう。あ、おっぱい。おっぱ。虫の声はしてない、大丈夫。天井とかに。おーい、ちょびっけい。よいしょ。オッケー、水の中に沈めてしまえばそれでオッケーなのさ。あー、びっくりした、危ねえ。で、なんだ。
この主がいるんだ。正体を見極めてくれ。グレゴリオ水路の主を売却。はあ。正体を見極めて、ちょっと待って、どっかでね、キー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 って。あ、向こう側か。じゃ、先にこっちに行きましょう。よー、お前ら主、あ、いいエスター、来た。なんで向こう側に、おかしい。バグった、バグった、バグり始めた、バグりちゃう。バグり始めた、マイレボリューション。とりあえず。やかましいよ。オッケー、もいもいピピピ、もいピピピ。オッケー、もいもいピピピ、もいピピピピッチャー。あいつは後でぶち殺す。許さへん。あー、なるほどね。あ、じゃ、こっち進んでいくところだったんだな。あー、こういう時にショットガンがあると便利なんだけどな。おやすみなさい。あ、特殊スコープだ。あー、はー。まあ、手に入らないことはないんだけど、これで、パーツをこっちに付け替えてみましょう。いける？あ、シューって溶けた。ああ、なるほどね。地下水路の水を抜いた。そうすると多分またいっぱい出てくるんだろうな。あ、いた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 。あいつはもうぶち殺す。ぶち殺す。で、こっち進んでいって、まあ、近く、あ、そうだ、上でなんかキキ、まあまあまあ、もう一回後であっちに行けばいい。いい話。オッケー。よいしょ。よいしょ。オッケー。もうたくさん。It's enough。ほい。壁。こちら。ほい。ほい。ご褒美です。あちょっ、オッケー。で、お邪魔します。チアワニア。ああ、メダリオンね。あったあった、スティングレイ。は？あ、そうだ。モッドに書いてたんだ。の残弾のあれがめっちゃ丸分かりな感じになってる。あ、そう。ってことは、もう、それはもうこっち打ってくっしょっていう話だよね。Ruby's all rubbish, it makes no。ブラックバスがいらないんだよな。でかすぎるんだよな。で、こいつもいらないし。ちょっと待って。これ。テレスコープ。特殊スコープ。あ、よかった。特殊スコープ間違って売っちゃったかと思った。そしたら、一旦、あ、どうすっかな。すげえ悩みどこなんだけどね。Give that the care it deserves, mate. Care it deserves.これでちゃんとやってなかったら、ね、すっげえスケスケだよね。まあでも10発も入るしな。エロ。エロいのは OK で、アイテム購入します。これであんたのもんだ。とりあえず、こいつはいる。ああ、ここ。これ、これさえ買ってきたな。教団の、ああ、メレークリティカルね。クリティカルメレーね。で、そうだな、そうだ。あ、Your weapons are in good hands, are you? Our craftsmanship demands no less. 朝威力を上げることが何よりも最優先だな。This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You see.あ、そんなエロい技が、そんな服を脱がせちゃうなんて技。あ、ごめんごめんごめん。なんか、いろいろベラベラ喋ってもらってるのに、全然、あれだね。何の話も聞いてなかった。まあ、ここら辺は、まあ、もうちょっとあるかな。OK、キープ。あ、なんかある。経典を。で、さらさらグレゴリオ水路。ちょっと待ってね。長らく城地下にある水路の存在を忘れられていた。記録によれば3代グレゴリオ建築博が作り上げたという。その理由は今や知る由もないが、先代イポリトは地底からの支柱に悩まされたと伝えられるから、虫を阻む障壁を作れたかったかもしれない。陶器にとって水は清らかさと清潔さの象徴である。
八代ラモンの命で、行動作祭、なんだっけこれ。掘削中か、掘削中に発見され、このグレオ水路は再び日の目を見ることになった。それは、華麗な建築物をたくさん作り上げた三代の霊に漏れず、成功に作られていた。川の流れを地下に導き、上水道、下水道を配置した。また、渇水に備え、貯水施設も備えたのが特徴的である。当時の建築技術の、枠を集めた、水は集めた傑作という。しかし、あの愚か者は何の興味、身を示さなかった。ここに発するものを示しただけだ。どこまで先祖を苦労すれば気をつくのか。まあ、仕方ないよね。バグってんだもん、ね、この子だよ。どっかにいる？どこにもい、え？あ、おっさんか。おっさんがふわー言うただけか。ビビった、ビビった、普通に。で、とりあえずちょっとあっち、あれ？これムービーシーンだからってだけだよね。あ、よかったよかった。アイテムが消えるなんてことは、そんなことはないよね。向こう側には行けないから、とりあえずこっち行って、まあでも、これ普通にあれだのも戻ってくんだもんな。ああ、もう、本当にもうイライラするね。カウンター、落ち着いておいて。どうしよっかな、武器。すっげえ背中、キャッキャしたって。賑やかやな。で、こっち戻ると、もっと入れておくと、こういうことになっちゃうっていうね。なんか、重心の中全部がもうバレ散らかしてるみたいな感じ。あれ、ここじゃなかったっけ？あれ？あ、こっか。あ、あれ買ってきまーす。なんだっけ、小さな鍵買って。まあ、秋にもね、なってて、小さい秋見つけた。どこでキー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 なってんねん。あ、この下か。なるほど、この下か。じゃあ降りた時にあれだね、拾いに行かないといけないね。バキュンって言ってさ、おい、oh, nothing but welcome. 知ってる、お前が重要品しか使ってないの知ってる。小さな人もそうだろ。Good instincts come back anytime. いつだって帰ってくるぜ、 anytime。 だからなんかしんどくなったらこいつに戻ってきて、腰が痛いだろなんだろうっていうその言葉に癒されよっていう話だね。こっち進んでって、はい、こんなところにさ、なんか木彫りとかあの木製のあの入れとくのやって話だよ。見てた、金塊だ。さあいるか、何かいるか。あ、でもここには来ないと思ったけど、めっちゃいるわん。え、ちょ待って、下、明日にもいんのかよ。どこにあんたらいるのよ、ほんと。暇人かよ。よし、行こう。うおー言ってる。うおー言ってるから、うおー言って、魔王で言って、ウーパーの、オッケー。よし、じゃあ、しばきに行く。虫がいるなぁ、虫虫パニックしてるなぁ。あいてててててててあいてて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 。しかも2体いんのかよ。どうしよう。めんどくさいな。よいしょ、とりあえず。あれほい、一発。あ、違う、何してんの。あー、もうこういう時にいない、一瞬でバグるよね。これ装備してたっけ、してなかったね。スティングレイ。はぁ、ちょっとこう。ふぅ。これで、確か、火薬付きが作れ。オッケー。あ、しかも2つ。2本もできた。ただ、こいつが亡くなりかけている。あいって、お前ゼロ距離かよ。なんちゅう卑怯なやつ。Who's next? Who's next? あれ？虫またいる？いないよね。よし、オッケー。ノルックって言ってる。どこ行くの？よし。おい。そう。お顔を出しな。オッケー。こう戻っていくこともできるってこと。でもどっか降りれる場所なんかあるの？あれへんよな。普通に降りたらやのにって思うけど。無理やな、シュー言っとけてた。ちなみにこれは？違う。あー、やっぱそういうことか。サーモスコープになるんだね。オッケー。テカテカのサーモスコープやな。スプラッシュ。はい、あ、やった、食料だ。ほら、よこせ。鎖ヘビー。え？ああ、こっちの方に進んでいくと。ただ、こっちに行かない。
何なんだ。おお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 こいつらしかも地味にね、体力ないくせに攻撃力高いんすよ。よいしょ、金金いる。普通に見回りしてる。ここぞとばかりに誰や水路の水勝手に抜いたやつはって、私だよ。おおおお、そういうことね。はい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 、よしよしよし、オッケー。あれ、オッケーじゃない、オッケーじゃない、オッケーじゃない、オッケー。どっかで救急って、あ、しかもこっち行けるのか。行けちゃうのか、ってことこっちが進路か、ってことは向こう戻らなきゃいけないな。あ、あったあったあった。よし、オッケー。バコッと。こっちも行けるんだな。うわ、どっちが行くのが正解なんだ。じゃあちょっと一旦戻って、あのあそこの宝箱、こっち行ったら宝箱があるはずだから、いや行かない。あ、普通にもこっち、あ、あったあったあった。こういうこういうちょっとしたね、お金も大事だよ。どっち行くんだよ。またなんかどうせいるんだろう。いない？いない。お、優しいじゃん。うん。いるね。ふわ、またかよ。あ、ちょっと待ってよ。もう、落ち着けって。落ち着けよ。食べようぜ、ヘビ。ヘビは美味しいんだ。これ、主ってどこ？今思った。主ってどこだ？ね、ちょっと待ってね。あー、なるほどな。クラフトで何を作るかだよな。エルばっかりだ。エロ。あ、違う、何をしとん。はい。よし、戻ろう。ほい、登ります。登ってる間にさすがに攻撃をされる気がした。けど大丈夫か。おー、ちょ。何しとんねん、このタコ野郎。おめめそんなににらんやろ。ほい。あ、折れちゃった。落ちろ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 。全然死なねえ。落ちろ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 。嘘強。オッケー。ようやくー。しかも100かよ。もうマジかよ。こんだけ苦しますセット置いて100かよ。あれ、今想定 しなかったの。よし、じゃあ怖いんだけど、地下は次回にしましょうか。うん、続きね。坑道を抜けて、あ、そうか、坑道を抜けてってところになると、もしかしたらあれかな、そろそろルイスの終わりが近いかもしれないな。シリー、おう、お仕事だ。あ、特にあれかな。じゃあ、そうですね。一旦ね、あの、区切りがいいところではないんだけど、あの、この辺りでね、終了させていただきたいというふうに思います。どうしようかな。そうなんだよね。ソードオフを、あのね、こいつと入れ替えとこうかな。今まだすぐ使うあれじゃなさそうな気がしてきたから、預けて、こいつを、預けれない。あ、しかもこいつが預けれないのか今度。なるほどな。ちょっと難しい選択を迫られているけど、まあいいでしょう。はい、じゃあ一旦ね、ここで終了させていただきたいと思います。あの、ちょっと区切りがいいところまで来ましたんでね。はい、あれ、あ、そっちだったのか。お前、はい、じゃあまた次
地下探索、この美少女より美女と共にね、進んでいきたいと思います。最後に国を眺めながらお願いしようか。じゃあまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。